レストランボードの初期設定項目であるテーブル設定を行う方法をご説明いたします。レストランボードで予約管理、テーブル管理を行うにあたって、テーブル設定を行うことで予約管理画面や入退店管理画面がより直感的にご利用いただけるようになります。この操作は初回のみ設定を行えば2回目以降は不要です。テーブル設定は iPad アプリに加えパソコンからもできますが、ここでは iPad での操作方法をご説明いたします。まずテーブル設定を行うにあたって、店舗の座席表や見取り図などをお手元にご用意ください。このようなものです。それではレストランボードのアプリを起動しましょう。次に左上にあるメニューから一番下にある設定を選択し、テーブル情報を選択してください。お手元の座席表を見ながら、テーブル名、収容人数を一通り入力します。入力が終了したら、この内容で保存するをタップします。ここからさらにテーブルごとの情報を入力していきます。詳細をタップしてください。テーブルごとに最大収容人数、禁煙可否、席タイプ、間仕切りや五足可否といったテーブルのタイプを選択し、この内容で保存するをタップします。なお、テーブル設定の画面から通常は利用しない座席を非表示にすることもできます。お疲れ様でした。これでお店の集客拡大に一歩近づけましたね。ここまでがレストランボードでのテーブル設定のご説明になります。ご覧いただきありがとうございました。まだここにない出会い、リクルート。